異世界でも無難に行きたい症候群をレビューします。先に言うと悪くはなかったですよ。手放しで褒めることができるかというと否ですが、限りなく普通の作品に近いナロー系じゃないかなって感じです。最低限の品質に、良きにしろ悪きにしろ固有の味付けをしており読んでいて虚無感を感じたりはないですね。でもまあやっぱり屈辱ナロー感は強いのでそれを加味すると悪いよりかなとは思います。では裏筋から、何かよくわからないが異世界に転移したことを、理解、したらしい主人公は、なんやかんやで彷徨った後町を見つけるが速攻でスタップ、され牢屋にぶち込まれる、尋問中に山賊を見かけたという情報を伝えたところ、情報提供の代わりに釈放され、その山賊の討伐作戦に参加することとなりましたとさ、という話ですね。文章に起こして感じるこのご都合主義感、本作のレビュー内容に物語を進めるために物語を設定しているというものがありましたが、なるほどそんな感じですね。主人公が牢屋にぶち込まれた際に、彼を尋問しに来た人物はヒロイン枠の騎士であり、つまるところ、逆算してこの女騎士と出会うために主人公を牢屋にぶち込んでおいたんだなと、そう考えざるを得ないご都合感はありますね。実際牢屋からの釈放については、かなり軽く行われてしまうので、ご都合主義が転じて違和感にもつながりますね。基本的に本作はこのような、結果のために家庭を設置したとおぼしきところが多く、読者側からするとやや冷めた目で見てしまう部分が多いように思いますね。一番顕著なのは山賊の親玉を討伐するための作戦会議になぜか主人公も出席し、テキパキと他の騎士たちの配置方法も提案して周囲が速攻で納得してしまうという、そうはならんやろ、展開が当たり前のように行われてしまったりするところですね。なるほど物語のための物語だなって感じですね。主人公がこういう行動をしたいから、状況やキャラたちがそれに合わせて動かされているように見受けられる部分が多いです。キャラが動いているんじゃなくて作者がそう動かしているって感じですね。各キャラの言動を含めて作為的なものが多く見られることは明確な欠点かなと、多少のご都合主義はあってもいいと思いますがあまりに行き過ぎるとどうしても冷めますね。でもまあ本作の欠点ってぶっちゃけそれとナロー臭さくらいのものであり、それ以外についてはまあいい感じに構成はされていると思いますよ。主人公は自分がなぜ異世界に転移させられたのかを把握しておらず、また変なチートとかの能力も持っていない、その世界基準で最底辺のウジ虫野郎であり、一方で異世界人はその全員が超人的な筋力を持っていることが示唆されていて、自然主人公は自身の弁論のみでなんとかやり過ごさなくてはいけないという下地が、世界設定時点からできていますからね。なので主人公がそのように振る舞うこと自体には、特に違和感はないですね。例えば主人公が魔法で敵を全滅させることができるのに、わざわざ作者が考えた最強の戦術を披露し始めたりするとあいたたたーとなりますね。必然性があってそれをやる分には構わないのですがないのにやり始めると、読者に頭がいいと思ってもらいたい系作者の自己顕示欲の提示に他なりませんからね。その点本作は主人公の身体能力がクソ雑魚なめくじなので他の人を動かすような作戦を、主人公が披露し始めても、それ自体に顕示欲的なものは感じませんね。一方で、作者が主人公にこういう作戦を使わせたいから周囲の人々を素直に従わせるよう操作するし、敵にもまんまとそれに引っかかるような行動をさせるしといった、先のご都合主義第一が、より明確に見えちゃうんですよね。世界設定に違和感はないのに物語の進行に違和感がある。このギャップにより浮き彫りになっているという側面があるように思いますね。あと読者に主人公をどう思わせたいのかがよくわからないんですよね。本作、異世界に転移した理由は明記しない。主人公の過去についても明記しない。他の人に聞かれてもわざわざはぐらかす。でも主人公が発言すると全員が一目置く。あやふやにしたいのか目立たせたいのかどっちだよっていう。せめて主人公の発言を、わざわざ周囲が同調して持ち上げたり、主人公の人格や知識を称賛したりをせず、発言自体は的を射ているが、新参者なので考慮はするが優先度は低いくらいに収めて、主人公は所詮あやふやな脇役くらいの立ち位置であればご都合感は薄まりますし、
さらに言うと現場で主人公の作戦を取らざるを得ない状況になれば、必然性をもって、結果的に主人公の作戦に周囲が賛同するという形に収めることができるんですよね。こうすれば初対面の主人公の作戦に全員が大賛成、みたいなことはなくなるし、さらに言うと話自体にも予定外のことが起きるという波が生まれるしで、両面で物語としての自然さが出ると思うんですけどね。いや知らんけど、どっちにしてもあやふや主人公を貫くなら周囲もあやふやな相手として扱うべきだし、主人公すごすぎましゅー、をするのであれば1から10まで主人公を賛美して扱うべきです。現状これが混在しているんですよね。だからご都合主義感が出ているんです。主人公はあやふやな感じだけど全部が主人公が言った通りになるぞわっしょいわっしょい、となってくると、さすがに世界そのものが主人公に合わせて動かされている、ご都合主義全開世界になってしまいますからね。物語のための物語をするとはこれね。でもまあなんだかんだで設定やら伏線やらの出し方自体はそこそこいい感じですよ。もろちん先のご都合主義世界によりわざとらしさはあるのですが、普通に先が気になる感じの出し方でなるほどちゃんと伏線してるなって感じです。伏線というか引きですかね。山賊の親玉はいわゆるネクロマンサーなのですが、これが会話の中で、地球、って言葉を出してくるんですよね。ここについては、普通に、お、ってなりましたね。ネクロマンサーの扱う魔法体系は異世界のものとは、本質的に違うということが戦いの中でほんのり言及された後での、実はこの魔法は地球由来らしいんだぜときたので、ああうまいなーって感じです。実際こういう作品としてのうまさ自体は結構なもので、光るところは多いんですよ。それを打ち消してあまりあるご都合感がやはりネックとなる作品ですね。惜しいです。じゃあ次はナロウクササですけれども、まあこれについては異世界転移だとか、最低系主人公、つまりやたらと周囲に慢性されたりする主人公だとか、やたらとちょろい女騎士だったりだとか、まあいろいろとありますけれども、一番臭いのは、漫画版一巻のラストで唐突に出てきた報われていないケイケモミミ女ですよね。この、って感じ。この作品は本質的にチート系主人公のナロウ系作品に対する、アンチテーゼみたいな感じで作られている雰囲気があるんですが、先に言った要素を含めてアンチテーゼになりきっていないんですよね。主人公はチート能力を持たないぞ。でも周囲のわっしょいはチートのそれだぞ。安易な話作りはしないよう心がけるぞ。でも結果としてご都合主義が過ぎるぞ。話自体に伏線を張って個性を出すぞ。でも出てくるキャラはテンプレそのまんまだぞ。みたいな感じですね。ちゃんとやるならちゃんとやってほしいです。ちゃんとやってないせいで、素直に褒められないんですよね。うまい魚だと言いたいが実際は普通の味で骨も多いです。あるいはアンチテーゼのつもりではなく俺はナローテンプレをこう解釈するぜ、というスタンスで作られている可能性もありますが、どっちにしてもどっちつかずです。こちらがどういう解釈をしたとしても、良くも悪くも中途半端という異常の評価にはならず、結果良作と言い切るにははばかられる内容に落ち着いているんですよね。少なくともナローの平均値よりかは確実に上ですが、現状それだけですね。伏線の張り方を込みで2巻以降を読めば変わる可能性もなきにしもあらずですが、根本的にご都合主義が非常に強いのでこれを覆すことができるほどとは思えませんね。ま、先は気になるし悪くはないって感じです。しかし進んで読みたくなるほどではない、そういう立ち位置の作品かと思います。でも正直主人公がたびたび言う、理解、って決め台詞はマジでクソほど寒いのでここについては個人的には抱きしますね。ぶっちゃけ本作の一番のクソ要素はこれかもしれないです。この、理解、という言葉は、異世界に転移した時とか、クソ強いスライムに襲われた時とか、ネクロマンサーの思考を読んだ時とかに、理解、とつぶやくという使われ方なんですが、いや知らんしっていう。言いたいだけやろそれ。主人公の何かの能力かと思いきやそうでもなく、マジでつぶやくってだけです。強いて言うなら周囲がそれに反応して主人公はっしょいをするくらい、正直ここいる、って感じです。無駄なものを作品に入れるとまとまりが悪くなっちゃうでしょ。あるいは無駄ではないのかもしれませんがぶっちゃけ漫画上では明らかに邪魔です。
話の流れをぶった切ってこれを言っちゃうせいでこの前後だけチンポが悪いのなんの、普通にない方がいいと思います。私はそう言いたい、総評ですが、ご都合主義の癖が強いんじゃあ、ですね。せめて主人公はっしょいか主人公ないがしろかどっちかで統一していればなって感じです。あ、漫画家ですが普通にうまいです。戦闘シーンの迫力がいい感じですね。ただたまに顔の造形が変になります。絵柄自体があえて崩れさせた感じなので、気にしなければ気にならない程度なのですが、崩れるにしても崩れすぎなシーンがいくつかあり、これに関しては意図がわからないです。納期に間に合わなかったのかな？でもまあトーンの使い方や構図や小回り的に普通に紙雑誌に載っていても違和感がない、それくらいのうまさですね。ナローコミカライズだと上位も上位に来てるんじゃないですかね。まあその辺を含めて興味があれば読んでみたらいいんじゃないすかね。少なくともクソではないので嘔吐感は薄いです。失礼、理解、の前後はクソです。以上です。ほな、また。